ました。有馬警察です。あ、いつもの兄の第一タウンハイツの淡井圭介ですけども、はい。晴れ間整骨院の連中がまた、朝の9時から10時、介護職の連中が来るじゃないですか。はい。で、拭き掃除をしていた時に、悠仁様の声で、来るからっていうような声が聞こえてきたんですけども、はい、それを、はい、誰の声で？悠仁様。あ、もう次期天皇を確定の悠仁様の、はい、で、はいはいはい、それを晴山整骨院の連中も受け止めるんですね。で、はい、それで、その来るっていう言葉に関しても天気見たら分かるっていうことを僕は心の声で返答して、うん、でそこで晴山整骨院のやつが大騒ぎするんですけども、はい、それをね、この間佐藤さんという警察官の方が、はい、窓を開けたりとかして、はい、人を撮影するのやめようかっていう話をされて僕同意させられてしまったんです、はいはい、そうするとどうなるかって言ったら、家の中からその相手を映してなくても撮影していた動画が、アップロードできなくなる。要するに証拠をストックしておくことができなくなるんですよ。その証拠の量が何百ギガバイトにもなってくるんで、その毎日毎日それをあいつらがしてくるから、で根本的に言うと晴山整骨院をなくさなきゃならないし、なぜそういうふうなバグが来るかって言ったら、この間田中真紀子元国会議員が、晴山整骨院に来ていた。で、名前を変えてアニマル浜口っていう人と結婚して浜口京子っていう子供が生まれてると思うんですね。で、そのレスリングという大会に参加していた。で、そういうふうに何でもありの世界を作ってしまった人が、まだ元議員でいると。で、そういった人間が晴山整骨院に集まってきてるから、そういうふうなバグを入れてこられていて、で向こうも聞こえてる時点で多分向こう発信の可能性がありますね。だからまず皇族の人たちが気をつけなきゃならないのは、国会議員をまず信用しないこと、何をしているのか、そして現地でどういうふうな被害が報告されているかっていうことを聞くこと、天皇陛下が。そうすることによって対応しなかったら、天皇陛下が、総理を任命するんですから、その時点で天皇家まで悪いっていうことになるんですよ、はい、この時点で要するに晴山整骨院に来てる連中はエロ業界側の人間をもともと混ざっていたんだから、はいはい、そいつらに情報提供してどうするのっていう話になる。だから、はい、このコンピューターのシステムについて実際来ていたとしてもですよ、ちょっと電話切り替えるんでちょっと待ってもらっていいですか。はい、内容ね、その上の方に上げて、できれば天皇家の人たちにその状況を、他の警察官の方も公開していいって言ってるので、僕の、動画の方で公開させてもらいますけども、僕の方からも佳子さまや皇室の方たちへのメッセージと国会議員の人たちへのメッセージということで、アップロードして、もうとにかく見てもらわなかったら現場で何が起きているかということが分かっていない。で、正直ね、ある程度今までのアップロードした内容で、例えば天皇家の人たちがすぐに弁護士を僕につけてくれたらよかったと、それは賃金の不払いから何から何までいろんなことを含めてそうなんですけども、それ、その晴山整骨院と結局組んでるような形になってしまってる。そこは問題なんですよ。で、もしテレビ、晴山整骨院の中にテレビが置かれてますけども、テレビ局の連中が、情報を伝えていたとするのであれば、もうテレビ局に、皇族はどういうような動きをしているかっていう情報を一切与えないこと。それをしなかったら、テレビをね、もしかしたら媒介にしていて、目線を外しているときに、テレビから聞こえてくる声で、それが分かってしまって、しまう可能性がありますね。コンピューターがその出演者の人間の声を使って伝えてくる。これは可能性としてあります。これは僕はテレビを見ているときに、
画面から目線を外したときに出演者が多分言ってないだろうなと思われる声を聞かされてるんですね。それは本人が、ま、あの普通に喋ってるようなレベルの、音声で、話してくると。だから精度を上げられるとこれはもうあの対処不能になってくる。口が動いてるか動いてないかのところまで確認しなかったら、だからまあ、そちらの方からも、できるだけ上の方まで、皇族の人たちまで伝わるように、だから情報が筒抜けになってしまってるっていうところが大きな問題点なんですよ、あの晴山聖骨院ということです。で、まあ、ただ、まあ、昨日ボクシングの世界戦とかも取り組んでいたので来るっていう相手が久井戸様の声で聞こえてきている以上皇族が来るっていうことだとは思うんですけども、でそれは日付とかも言ってきてないんで、今日ということは多分ないと思います、この天気を見る限りはね。でまた急に晴れたりするのも皇族じゃない人間が来たとしても晴れとかはできるし、僕の方でもあの動画の撮影でね喋ってる内容で、晴れにしたり、雨降らしたりとか、まあ、そういうふうなところっていうのは、まあ、本当のことを言うことでもそうなります。まあそれは僕のホームページのところから見てもらったら分かると思うんですけども、あの結局そういうところなんでね、あの本当は衛星打ち上げてもしょうがないんですよ、あの天気なんか、上空から観察したって台風を消滅させたりしてるのは僕の方ですから、発生数減らしたりそれも気象庁の発生してる台風の数で見てもらったら分かります。それはもう気象庁も認めてますし皇族も認めてますし国会議員の人たちも世界中のその手のことを分かってる政府上層部の人たちは認めています。で情報の多くは海底ケーブルでつないでるんで、もう衛星打ち上げる意味ないですね、こうなってくるとということです。まあ、一応これ、まあ、警察の方に電話してあの喋ってる内容を、まあ、公開するして伝えるっていうことも目的として、まあ、ただもう晴れませんことにのその騒ぎ方がちょっと昨日も16時から17時にかけてちょっと異常でしたね。思いっきりからかってきて、大きな声で言う意図的に、普通誰かがしっかりと注意していたらあんなに大きな声で言ってこないで、まあ、イラつかせようとしてくる。だからそれによってスポーツ界がどうなってるかって言ったら、野球で例えるとデッドボールが発生したりだとか、まあ、そういうふうなことがもともと発生してるんですよね。まあ、その辺のところで厳しくあのしっかりと晴山聖骨院勤務者で、まあ、介護職の連中、特にですね、有馬優先病院の介護職の連中とかも隣の公園で僕は、まあ、あの腰掛けて、iPad 開いていたらあの喧嘩打ってくるようなことを平気で、言ってきていた。これが、今から、まあ、もうだいぶ前からですね、有馬優先病院ができて、まあ、その辺の公園、まあ、なかなか座ることないんですけど、何回か座った時に、中でも大笑いする、あのこっちのことをあれこれ言って、その結婚話のことも含めてですよ、これを集団で行うともう条約の方の非残虐的な行為の方ですね、本当に無理やりあの起こしたりとかもしてきてますから、晴山聖骨院のやつらは。でいろんなやつらが鍵持ってるのをもうあの動画でアップロード証拠として上げてますし、だからちょっとね、佐藤さんのその対応の仕方とかが、なぜ撮影したらダメなのかわからないんですよ。撮影して証拠を、持っていた方が、世界中の人たちも世界中の政府上層部の人たちも状況は理解できる。テレビを見ていて、例えばプーチンさんとかも時間軸を超えてつながるから、外から絡んできた連中がいたら、今、絡んできた連中がいますので、で淡いケースですがってここの声で、届けると OK っていう返事をする。そうじゃなかったらこちらがその絡んできたやつらに対して頭の中でどうせもうあいつらみたいな形でこう思ってしまう。それがそのテレビのニュースを見ていたときに世界中の政府上層部の人たちが出ているときにそれが伝わってしまうから、それをいちいち対応しなきゃならない。だから元々の義務教育で相手の自宅の家の前まで行ってたむろしはならないだとか、外から何かごちゃ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 言ってはならないと、大騒ぎじゃならないというようなことを習っているっていうのはちゃんと根拠があってのことだから、そこのところをしっかりとあの各地域の人間が全うすること、これは老人も含めてなんです基本のところ。以上です。あのご対応、はい、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
ということなので、スポーツ選手に しよう、まあ、コースの人に しても、あのいつ来るかが春山整骨院に漏れてるんだったら、直接僕の家に来たらいい。これだったら君たち全員が組んでることになる。まあ、スポーツ関係者の人に言ってるんですけども、でエネルギーの残存量問題が結局誰が解決しようとしていなかったかっていうことになると、国会議員も含めてもそうなんですけども、結局、佳子さまとか、僕の家に来てそういった話をしっかりとしなかった、それをその形がもう出来上がってしまってるんですよ。コンピューターによって分類されているのかもしれない。で実際他の人間と組んで、特に髪の毛染めてる人間と組んでね、車の中で待ってたわけでしょ。そんなことするんだったら最初から僕の家に来たらいいじゃないですか。これは僕を怒らせようとする方法であって、それで精神病院行きにさせていたっていうのがこの世界の実情であって、それを本当のこと言うと、もうこれはもう腹割った話しましょう。本当の話、皇室がしじけしまったんですから。自分たちの都合の悪いことを言う人間を、精神病院に気にして、無実の人間を閉じ込めて、で子供を作れなくして、結婚できなくようになるように持っていって、普通ああいう薬の飲まされたら、まあ、高島彩の証言、聞いてもらったら分かると思いますけども、2004年から2005年、公営病院に入院させられている時に子供を作れない体になってしまったと言って泣いてますよ僕は。そんなもの飲まされたらみんなそうなのに決まってるじゃないですか。だからまず謝罪しに来てくださいっていうことを言ってるんですよ。被害者が敬語を使わなきゃならないんですか。その時点で違法行為ですよ。法の悪用